次はハインド D カスタム。ちょっとな、開発しとこうか。何も開発しないってなかなか辛いからスタンジマッコーカーは戦闘ヘリとやり合ったキッドナッパーに足プラプラさせられてた人だでもこういう場所ならゲリラ戦術が有効よ。ゲリラ戦術木の影から影へと移動を繰り返せばゲリラがレールガン持ってるそこに勝機があるってわけ。じゃあやることはさっきと同じかな。もうスモーク投げて CQC。 じゃあ俺もちょっとスモーク持っていくわ。物陰に身を隠しているなんか追加欲しかったら言ってね。スモークそれだけに音で相手の位置を読むことが重要になるわ。この件は音のプログラム異常だと思う。できればテールローターを狙うというわ。それだけでしっかり音の向きが分かるっていう。音の向き、そう、あの敵があっちにいるこっちにいるっていうその音のそのした場所っていうのがすっげえ正確に分かるんだよ。これマジですげえって思う。え、普通じゃね、普通のはずなんだけど COD とか普通のはずなんだけど、このプログラムってすごい難しいと思うんだ多分。うん、そうかな。少なくともキルゾーンはできてない多分だけど、あれ多分全然向き分かんない。なんだろう、あれは多分あれか、キャラクターの座標よりこっち側にいたらこっちから音出てとかって。まあそう、それはそうなんだろうけど、あれあの聞こえやすい音ってか、その方向に聞こえやすい音っていうのが特にあるみたいで、なんか人間前後ろは判断しにくいから、すごく、うん、その判断状況に音のなんか音質の高さ、なんかヘルツ、そうで、なんかある程度向きがそうっぽい向きみたいになるらしくて、そこら辺も調整しながらやってるだろうし、そもそもそうだって対戦とかでも足音立てた瞬間にそう、あの位置にいるっていうのがはっきり分かることが多いから、それ考えると本当このゲームの発生源というか、こう音のさせ方はすげえなって思う。偉大だよ。急に MSF 君が語り始めちゃったけどそうだなとしか僕は言えない。君はあれでしょ、将来そんなようなゲームプログラムを作るんでしょ。できないです。作るんでしょ。できたらいい。いやでも正直な話、あの一度彼のプログラムで作ったゲームを見せてもらったけど、あれは結構いいと思う。あれはそこそこ頑張ったよ。そこそこね、あれは結構いいと思う。そこそこっていうか頑張ったよ、かなり。死に物煽ってやべ。敵部隊を無力化すれば勝てる。気のせい、何があったのか。ないです。敵はいないんです。了解という声はない。何かあったのかという反応はあったけど、みんなゲームゲームしてるお前らマスクつけてんだろうが。じゃあ連続 CQC4 つ終わった時点で上がりました。投げます。よし、これでこうだ。よしよし、位置はそこで問題ない。多分大丈夫で、これ多分寝てるでしょ。多分これで寝たはずです。ということで自分をします。ほら寝ろ。人間なのに答えさせる。一人どこ行った。これがで、こんなもん大丈夫。あと戻ってくると気をつけて。こっちの方がいいのかな。あ、よし、こっちもいい。ダメだ、バレるバレる。まあ、ええなぁ。カムフラ率、それがいいのか。あ、なんだもう。3ロット装備でこうマイナス 56% だから、ダンボールついて 40% にする。おー、いけぇ。今だ、いけ、おれぁ。あ、いい威力出てる、ほんと。よしよし、まだ銃撃だ。まだ銃撃。ヒュイ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 。よし、割れた。よっしゃ。あ、そういうもんなんだね。よかったギリギリでしょ。今、何、ギリギリ溜まってた俺。溜まってない。溜まってないんだけど、もう撃たれると思って撃った。あは、グッチョブ。どこ、どこ、ここら辺なんだけど、避けないで。位置の把握が難しい。ミサイル、うわー、ミサイル、うわー、うわー、いやー、
よし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 、順調やね。We did it! やっとぜ。あ、英語わからないよ。英語わかんない。さっきも言ったけど英語わからないよ。I can't speak English っていう、こうあんまり説得力のない話をするんですか。私英語わかりませんって言っとけばいい。同じような事例でね、フランス語で同じようなこと言ったらお前喋れるじゃねえかって突っ込まれたっていう人もいるらしいけど、つらこの一つ覚えでどうにかなると思っちゃうとね。お、3分切りました、ね、あ、いいですね。ちょうどいい感じにカップ麺が終わってこっちも終わると。そう今なんか設計図取った。トンプソンランク4っぽいけど、おお、もういらねえよ。トンプソン非常に微妙な。あれ、ランク4なんてあったっけ、別のやつかも。あ、違う、4連ロケランだ多分。え、ちょっと見てこい。トンプソンじゃねえ、トンプソンじゃねえ、銃弾じゃねえ、やっぱロケランだった。名前の複雑さから適当にそれだと判断しちゃった。かわいそうに。4連ロケランは素敵な銃器ということで、まあ LAW4 つ分でしょ。そんな感じ、一番威力低いけど、 LAW 余か威力が低いんだな、本当は。マジかよ。でも4連射できるから総合火力っていうか DPS は多分ドラゴンだっけ、スーパードラゴンかに匹敵する。スーパードラゴンって何、誘導の一撃しかないやつ、重いやつだ。あ、ジャベリン、それジャベリン、そう、名前が出てこなかったから、そう、スーパードラゴン。そんな別名称もあった、別名、なんかそう、まあもしかしたら正規名称じゃないんだけど、そのメタルギアアシッドでそんな感じの名前で呼ばれてた。へえ。よっしゃ、行こう。ボンバーボンバー。 AH56 なんだっけ、 A ボンバーマンカスタム、ボンバーマンカスタム。白くないじゃん。白くないな。白ボンじゃないよこれ、何ボンだよ。黒ボン。黒ボン。そこまで黒くない、そもそも赤も入ってる。あ、赤黒ボン。赤黒ボン。いやー、ヘリの消化が異常に早くて助かるわ。本当だよ、1個のミッション3分4分っておかしいよ。助かるわ、本当。あー、もうあれでしょ、これいつもの普通のミッション並みのスピードだよね。そうだね、懐かしい。潜入経路、この実況初めてあれですよ、もう4年ぐらい経ちます。今年12月行くと、今年の12月行くと4年です。凄まじいな。さすがにそろそろ終わらせましょう。本当ね、これ終わったら何するんだっていう。潜入系がまだ残ってる。で、そうだね、それやってくるとまた兵器系がまた出てくるはずだから、兵器あんのかこれ以上。あとモソスターハソターのミッション終わってなくねっていうところかな。そうだね、あ、ごめん、スキップしてた。うん。そうだ、モソハソがないね。うん。あといくつだヒリ戦。なんかパッと見これが最後だったような気がしなくて。うそ、じゃあ終わらせましょう。よいしょ、ゆっくり動いて、おい、敵がいるとは一体、もしかしてバレちゃった、バレたくさいっすね、これはあかんやつ。あー、敵が撃てる、4だ、あれ、しかも見えなかった、やべ、上から来るぞ。一人気絶してるんだっていうの、みんな気絶したんだわ、奇跡。お前ら兵士弱いな、煽る上から爆撃来るよ。爆撃で煽った後はちょっと爆撃スタンバイしておいてほしい。爆撃はどこから、上からが、滝の下から来る。あ、了解です。多分よし、音だけでもう見えない敵を、仮想敵を判断しながら動く。どこだ、あれどこ行った、そこか、だよな、よし、見える敵、この辺から見える。どうします、ダイナモ、イエラー、ダイナモステンバイ、ダイナモステンバイ。でも敵が見えないじゃん、そこら辺かと思う。
どこに行った？見え、あ、いた。あれだ、ここだ。どこだ？バーンって言ったんだが、笑えるな。あ、そっちか。移動重視で立ちで行きましょう。うん、それがいい。動くな。よし、バトルだ。やった、ボロいの。ボロいね。いない、いない。カバーできません。カバーはいない。お前らのボディーガードはすでにみんな気絶している。死んではいないけど。死んではいない。意識は生贄、なんだろう、ストレスした。さあ、とどめさせてくれ。ありがとう。よーし、よしよしよし、楽だな。さあ、何分かな。最初のあの、一波補足にちょっと、ちょっとあれだわ、あの、ロードショー慣れた。ロードショー慣れた。あ、オッケーオッケー。で、これでもし終わったら次回から普通のミッションに一旦戻る。一旦戻ることになるはず、多分だけど。ひゅっ。2分30秒。2分30秒。いやー、一発で割れるのは気持ちいいね。ねー、楽楽。ほ、なんかできたぞ。俺も多分 MG3 にランク5ができた。さっき 99% だったから。おお。MG3 は強いか。ハンドがない。シャフグレランク4だった。なんだあとは。一応ワニ戦ランク5にしておくか。ソニックアイラブダンボール。スリトンレーダーいいね。なんかあったかな。いや、ま、なんかあれ今やったのってこれか。もう一個あるぞ。もう一個出てる。H56A レイダー。レイダーの方か。ライダーか。ライダー、リーダー、レイダー。英語わかりません。あはは。あはははは。ライデンカスタム。よし。いや、まずいんじゃそれ。俺ら死んじゃう。刻まれるぞあいつに。L1 ボタンで。俺らスローになる。キザン。ザカ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 。あれ対応できるのがちょっと辛かったかな。あれっすよ、無限バンダナで、どう見てもバンダナじゃねえ、ウィッグだ。あれ無限ウィッグ、無限ウィッグ、青いやつ確か。それで無双かな。ウィッグって。さあ次、この実況もそろそろ終わりを迎えるかもしれませんね。迎えるかもしれない。さあこれが終わると、と、ああ、そうか、さっきも言ったか、うん、あれか、普通系のミッションに一回戻る、うん、で、もう一回兵器系やって、兵器系やって、モンスターかな、モンスターやって、で、多分終了するんじゃないかな。もしかするとまた派生がいろいろ出てきちゃうかもしれないけど、モソスタめんどくさい。モソスタ、モソスタ、モソスタ、スタ、スタ、モンスタ。クリアするだけ、 S ランククリアするだけなら眠らせるだけでいいんだっけ。素材は欲しいから V 破壊プラスでやってたんだっけ。素材、いやでも S ランクじゃない、 S ランクだったら眠らせんじゃないか。だよね、眠らせるだけでいいんだよね。で、素材も確か眠らせればある程度は高い。まあある程度はね。そう、あの全 V 破壊プラス睡眠で3分の1とか4分の1とか確か、ドロップ率が面によって違う。折れた、やるなお前ら。ストーリー投げんで、よしよし。そしたら少しだけ勝ってきます。お前全ダウンしてないよ。来るぞ。上、下から来るぞ。
どけの地域中心なんだ。よしよし。あ、一人だけ起きてた。いっけー、ナイフ食らった。こんなやるな。来るぞ。痛い、先に行く。先に言う。俺の方は来ないみたいな。どうすんの？いいね。痛い。リロード。よし、2つになったんで、これで。ああ、かなりいい感じだ。多分これで一発ぐらい。おーしいぞ。ああ、帰ってきたぞ。オッケー。じゃあやろうか。ああ。嘘としてるのかもいい。ちょっとハゲをハゲさせようぜ。設置しよう設置。地球ボーイ。おお微妙に動かれて当てにくい。外す。外していくスタイル。いけ。よし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 。いない。カバーはいないんだよ。眠っとけ。あーその旋回機能どうにかしろ。早いんだよなあいつ。ハゲてるじゃん。確かもなんか俺ミサイルにヘルメットやった気がする。たまにあるよ実際。んまだ下にも。あーメトロンしかやるな。どこメトロンは下にもあんまりないけど必ず出てくるだろ。また入手の決まった。この辺に潜ってるんだよな、やっぱり。どこ。うわぁ、ここで潜らせて、めっちゃ。めっちゃむずい、当てんの。あそこで眠らったら絶対に俺らの回収できるじゃん。やったぁ。いいぞ。その墜落してて、ミッションクリアだよ。そう、そのまま墜落しよう。適正かな。必ず俺らにいるところ落ちる。しかも俺らは光る。奇跡が起きまくってる。ああ怖かった。一時はどうなるかと思う。ねえ指が。ちょっと明日俺多分人差し指筋肉がーみたいな筋肉痛になって次の日見たらムキムキになってる。ああいいね。人差し指だけ指鍛えられましたみたいな。何も恩恵ないけど。すげえ不便そう。北斗神拳かも。ダメだ。あたた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 た。しかも片腕だけだよ。悲しいな。何の縛りだよ。M47 設計図がついに岩よりジャベリンですよねこれ。噂をすればなんてあれや。素敵な M47 つけれるようになったら心強いぞ。さてと、そんなに心強いかもう使う機会ないよ。